はい、皆さんこんにちは、りょんくんです。いつもご覧いただいている方誠にありがとうございます。はい、本日はですね、こちらノートパソコンの紹介をしようかなと思って動画にしました。といってもですね、こいつはただのノートパソコンではないんですね。ここ Chrome って書いてありますよね。これが重要なんですよ。これ Chromebook です。はい、もう知ってる方はもうご存知かと思います。で、持ってる方は持っていると思います。で、 Chromebook と呼ばれている、言ってしまえばノートパソコンなんですけれども、今日はね、言ってしまえば最強ですよ。もう最強完膚なきまでに Chromebook とは何ぞやってことをね、紹介したいと思います。はい、で、こいつはもう2年ほど前に買ったもので、で、私が2年間使い倒してきて、それに対する Chromebook ってこんなもんだよっていうのと、いかにして使うのかっていうのをね、解説できればいいなと思っております。はい、で、ちょっとこいつの紹介をしましょうか。で、サムスン製の Chromebook で、 Chromebook の、第1世代ですね。今新しいので Chromebook2 というのが出ております。言ってしまえば型落ち品なんですけれども、それの紹介ですね。ちょっと外観をね、詳しくお見せしましょうか。お見せしていくとこんな感じなんですね。シルバーモデルですね。で、裏がこんな感じになってます。裏の端子がね、こんな感じ。これがね、充電端子、 HDMI 端子、 USB2.0 端子、 USB3.0 がついてます。2年前で 3.0 ついてるって結構すごくないですか。で、これがね、このモデルは、Wi-Fi モデルなんですけれども、モデルによっては SIM フリーモデルがあったりしまして、で、そこにね、これパカッと開けると SIM カード入れられるようになっているということですね。じゃあサイド、この右サイドはね、何もないんですよ。で、フロントも特に何もないですね。左サイドで、これがね、 SD カード入れられるようになってますね。で、これがイヤホンジャックという形です。ちょっと開けますか。で、パカッとね、開けると開くのはここまでですね。ここまで開きます。はい、で、開けた感じがこんな感じですね。で、当時確かね、4万円ぐらいで買った記憶がありますね。はい、外観はこんなところでしょうか。私律儀なんで、箱もね、取ってあったりしますよね。箱こんな感じですね。こんな感じですね。はい、ということでね、早速、このね、Chromebook って何なのっていうのをね、解説していきたいと思います。では、どうぞ。りょうくんチャンネル始まります。今ね、私の方でよくわからなくなっておりますけれども、一つは Chromebook をキャプチャーしているもので、一つが私の顔をね、撮っている GH3 で、こっちがね、これが α5100 で、操作のね、画面をお見せできればなというところで、実質ね、ちょっと3画面をね、切り替えつつ分かりやすくね、最強解説と歌ってますから、そこはね、こだわって編集の方していきたいと思います。確実に大変だとは思いますけれども、極力皆さんに分かりやすいように説明できればと思っております。はい、ではね、こちらが今デスクトップ画面ですね。で、 Chromebook ってこんな感じなんですよ。さっき言い忘れてたんですけど、Chromebook って一言で言うと何かっていうとですね、よく皆さんスマホでも最近 Chrome っていうブラウザをよく使うと思うんですよ。パソコンだったりでもね。で、その Chrome が Chrome しか入ってないノートパソコンっていうのが Chromebook と、私は認識しておりますけれども、合ってますでしょうか。合ってると思うんですよ。本当に、なんだろうな、ネットとブラウジングすることに全てを注ぎ込んだノートパソコンっていうのが、こいつなわけですね。で、それで何がいいことあるのかっていうのをこれから解説していこうと思います。ちょっと長くなりそう
ですね、ちょっと5分ぐらいの動画にしたいな。ちょっと巻きでいきますね。で、まずこれがね、デスクトップですよ。で、ここから、まずいろんなところに行けるんですね。で、まあ、これが普通に、ここを押すと、Chrome、ブラウザ、で、Gmail、まあ、ニコニコ動画、ファイル、まあ、2ちゃんまとめとかね。こういう感じでここに置けるんですね。で、まあ、ここが俗に言う Windows のスタートボタンみたいなもんですよ。で、ここからさらにいろんな選択肢が生まれてくるわけですね。まあ、YouTube があったりとか。で、これね、トラックパッドがね、ちょっと Mac じみてるというか、ちょっとインテリジェントなんですね。で、2本指でスライドさせると、画面が切り替わるんですね、ここの。はい。こんな感じで切り替わってくれるんですよ。ブラウザをボタンを押すとですね、こういう画面になります。で、こういう画面になるっていうのはもうもろに Chrome ですよね。まあ、これが Chrome の画面ですよ。で、Chrome のまま操作できます。うん。普段パソコンで扱っている Chrome のまま操作ができると。で、それプラス、このね、このトラックパッドが非常に便利なわけですよ。もう本当に便利なんですね。ちょっとその機能をまずね、紹介しますね。で、普通にこういう感じでどんどんタップできるんですね。まあ、カスタマーレビュー飛びたいなとか言ったら、ちょっと評価微妙なところですけど、で、タップで飛べると。で、2本指でこういうスクロールができるわけですね。で、まあ、こういうスクロールにもね、まあ、結構機敏についてきてくれるんですよ。あと3本指も使えるんです、3本。3本使うと、こうやってタブがね、どのぐらいスライドさせるかで、タブを選べるんですよ。ちょっと僭越ながら私のチャンネルだったら表示していいかなということで表示してますけれども、僭越ながらね。うん。まあ、こうやって3本指でタブを移動できると。普通だったらここまで行ってクリックしたりとかするじゃないですか。ね。それがいらないんですね。すごい直感的にできるというところですね。これだけでもね、割と便利なんですよ。で、先に言っとくと、ネットをブラウジングすることだけ、で、Chrome だけが入ってることで、もう OS がかなり軽いんですね。なので、結構非力なマシーン、もうこれ、今出てるのがこれなんですよ。今、操作してるね。この子、なんですよ。ざっとね、スペックを言っていくと、サムスン、エクシノスプロセッサー、5250ですね。まあ、ほぼ2年前のもので、1.7GHz。確か A15 だった気がする。まあ、1.7GHz のデュアルコアですね。で、RAM が 2GB、SSD16GB ですね。で、11.6 インチ。まあ、HD 液晶ですね。フルじゃないです。で、Chrome OS。で、シルバーですね。で、まあ、最近も使ってて、まあ、よくわかるんですけど、この Chrome Book っていうのが結構頻繁に Chrome OS がね、アップデートされるわけですよ。で、それにほぼ間違いなくアップデートできてるんで、多分切り捨てられるってことは今後もないかもしれないですね。まあ、そのうち切り捨てられるとは思いますけれども、まあ、当分は大丈夫なのかなというところでございます。まあ、Android じゃちょっと考えられないですよね。2年前のスペックで。というところも結構いいのかなと。で、この辺ちょっと細かく見ていくと、Wi-Fi ですね。ABGN 対応してるんで、5GHz 帯対応してますね。デュアルバンド Wi-Fi。で、USB 3.0。で、USB 2.0 と、で、今このようにキャプチャーできてますから、HDMI 出力ポートがありますよね。で、まあ、ヘッドホンマイク端子がついてると。で、カメラがついてます。前面にね。ちょっとこの上の方にね、カメラがついてるんですけれども、であと重量は 1.1kg ですね。で、バッテリー駆動時間 6.5 時間と。まあ割と短いんですけれども、まあ私これを持ち歩いたりしないんで、まあ私の用途だと、まあ別段問題ないかなと。で、あと Bluetooth もついてるという感じですね。まあスペックはそんなところで、まあちょっと軽く YouTube 見ます？どのぐらい快適にね、動いてくれるのかっていうのね、ちょっと、うん、こんなもんですかね。まあ、そんなに速くない。で、先ほど説明漏れたんですけど、2本指で左に押す、ギュッてやると、戻ってくれるんですよ。うん。1ページ前に戻ってくれるんですね。で、右にギュッてやると、右にやると、先に進むという感じですね。うん。で、左にギュッてやると、戻るよと。
いう感じですね。で、まあ、デュアルバンドに対応している割にはぶっちゃけますと、まあ、最近のスマホですね、私が最近買ったアセンドメイト7でブラウジングするよりかは若干遅いかもしれないですけれども、まあでも快適ですね。そんなにうわ遅っていうぐらい遅くはないとは思います。まあもちろん Chromebook って Chrome が入ってますから、まあ、Chrome でできること全部できるんですね。なんでこうやって Evernote にね、まあいろいろ書いたりできますよ。こういうことをね、うん、そういうのもね、まあちょっとした調べ事とかちょっとしたメモとかには本当にうってつけなんですよ。私その iPad とかスマホとかのなんかタッチでね入力するのが嫌いなんですよ。もうエバーノートとか、まあ、ネタ帳になんか書き込む時とかにタッチじゃまずなんかもうダメなんですね。だからこういうキーボードがあることによって、まあ、本当にパソコン起動するまでもないような作業とかをこいつで賄えるというね、非常に何だろう利便性が高いんですね。うん、まとめると本当に Chrome ができる、ただ Chrome に特化しただけのノートパソコンなんですけれども、もう Chrome ができるってだけでほとんどこと足りません。普通の方もうパソコンで何するのよ、ネット見るぐらいでしょ。失礼ですけれども、私のように編集するとかね、いう方にはまあ、こと足らないとは思いますけれども、一般の方ですね、本当にクリエイターじゃない、本当にネット見るだけの人とか、にちゃん見るだけとかね、ニュース見るだけとか、動画、ニコニコ動画見るだけとか、YouTube 見るだけとかいう方には、本当にうってつけな気がしますね。今ね、画面見てもらうとわかる通り、この子今2万8000円で買えますから、お買い得な気がしますね。割とぬるぬる動きますよ。割とぬるぬる。たまにカクカクしますけれども、割とぬるぬるいける。で、先ほどのね、これの最新機種があると言いましたけれども、まあ、こちらも Amazon で取り扱ってますね。こちら、うん、Chromebook 2ですね。でこちらは5420っていう CPU に変わっていて、RAM が 4GB になってたりとかね、こちらの方はもうちょっとね、サクサク動いてくれるんじゃないかなと。いうふうに思います。気になっている方はねちょっとチェックしてみていただければなと思います。どんな人におすすめかっていうとですね、多分もう iPad とか持ってる方とかはもしかしたらいらないですね。特になんかタブレットとか持ってなくて、その画面だけなのが嫌な人とかですね、本当にキーボードが欲しくて、まあ、便利なねこういうタッチパッドが欲しいよっていう方で、まあ、安く済ませたい、ネットだけ見れればいいという方はですね、本当におすすめですね。多分買って損はないと思いますよ。この今使ってるこちらのモデル、このモデルでも割と今みたいにサクサク動きますからいいと思いますよ。今日はこんな感じですかね。これで伝わったかな？伝わってるといいんですけれども、Chromebook っていうのは重複しますけど、ブラウジング、ネットブラウジングに特化したですね、もうサクサクノートパソコンだということをね、ご理解いただければと思います。はい、それだけ覚えて帰っていただければと思います。はい。で、これアップデートマークなんですよ。はい。もうこうやってどんどん更新されていくんですね、この Chrome OS っていうのは。でまあ、大概がセキュリティ強化とかだったりするとは思うんですけれども、こうやってどんどんアップデートに対応、この2年前のモデルが対応してるっていう、そういう安心感もあったりするんで、はい、非常におすすめでございます。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。